はい、僕は今ターミナルアイランドというところに向かっています。ターミナルアイランドは今はね、もう見渡す限りの貿易港というか、もうコンテナ島なんですが、昔、第二次世界大戦以前ですね、そこはね一大日系漁村やったんですね。3000人から4000人 の、 あの日系人、まあ、日系、移民の1世とかこっち生まれの2世の人たちが、まあ、暮らしていた場所なんですが、今言ったみたいにね、今はね、その村の跡はなくって、そこにはね、記念碑があるだけなんですけども、今日はねそこをちょっとご紹介しようかなと思います。これね、今大きな橋をこう渡ろうとしてます。この橋ね、ずっと工事をしていて、去年かな、一昨年かな、また出来上がって、マナシの橋です。すごく立派な橋、ほら見えますよね。真ん中の車線入ります。ちょっとねカメラがふにゃーっと湾曲してるからあれですけども、わかりますでしょうか。見渡す限りコンテナがずらーっと並んでます。積まれています。今僕のこの周りもね、大型のトラックに囲まれてこう走ってるような感じなんですが、やっぱりね港に直結する、直結している道なので、こういった長距離トラックのようなね、すごい大型のトラックがバンバン走ってます。このフェリーストリート、ここで降ります。ここからはこのターミナルアイランドという、まあ、人工島なんですけども、この人工の島、の中をこう走っていきます。もうね、見渡す限りね、さっきも言ったみたいにこうコンテナしかないようなところで、もちろん人は住んでいません。ここに来るのはね、いつぶりかな、もう12、3年ぶりですね。確かね、この辺りやった気がするんですけど、もうちょっと先かな。あ、ありました、ここですね。はい、到着しました。はい、到着しました。目の前にはこういう風に巨大な貿易港、ロサンゼルスポートがあるんですが、ここです。ここがその昔日系人の漁村があった跡を示す、記念碑、まあ、鳥居とかもありますけどもね、そういったものがここに、設置されています。沖は黒潮、魚も踊る、父母の深紅を忍びつつ、永遠に讃えん古の里。これね、うっすらと写真が貼り付けられてあるんですが、わかりますかね。これおそらく当時の、まあ、写真をこういうふうに貼り付けてあるんだと思います。前にはね、こうやって海が広がっていて、コンテナのね積み下ろし作業がちょうどこの今真ん中あたりですね、行われてます。この銅像はその当時の日本人の、まあ、漁師さんですね、その方たちの、まあ、姿をこう今に伝えている銅像です。これ鳥居なんですけども、上に大漁っていう文字が、刻まれています。で、これをねくぐったところに先ほどご覧いただいた銅像が設置されています。少し離れてみるとこんな感じです。やっぱり周りがね、殺風景というか、こういったコンテナ島で、まあ、人が住んでいる気配がないところに鳥居があって不思議な感じがします。
このね、鳥居とかこの記念碑は、2002年に設置されました。2002年って言ったらね、僕がちょうど渡米した年なんですね。当時はだいたい3000人から4000人このターミナルアイランドに日本人が暮らしていたそうです。で、ほとんどね、漁師さん、で生計を立てていて、あと缶詰工場ね、マグロとかイワシとかサバとかそういった魚介類の缶詰工場で働きながらこう生計を立てていたそうです。一世は特にね、日本から来た人なんで、もう日本の文化をそのままほとんど、まあ、持ち込んできた感じだとは思うんですが、二世の人はね、まあ、こっち生まれなんで、文化的にはね、日本をもちろん色濃く引き継いでいますけども、まあ、アメリカ文化もこう引き継ぎながら生活していたのだと思います。道路に面した方にね、このターミナルアイランドの、まあ、記憶というか、歴史みたいなものがこう、パネルで展示されています。ターミナルアイランドの歴史は、この地にかつてあった、漁村とそこに暮らしていた日系アメリカ人の歴史であると書いてあります。男性は、漁に出て、この釣り竿ですね、釣り竿と網を使って、魚を取っていたと。で、夏になるとマグロのシーズンですごく忙しくて、寒い時期の、冬の夜にはイワシがよく取れたそうです。ツナストリートという道があったそうなんですが、そこにはね、生活必需品のお店とかカフェとか、あと市場、そういったお店が軒を連ねていたそうです。こうガールズデーね、女の子の日には、まあ、着物を着て、ドールテというのはおそらくひな人形のことでしょうね。ひな人形を飾って、伝統的なダンスをこうしてお祝いしたって書いてあります。で、男の子の方もね、5月5日の端午の節句ですね。まあ、鯉のぼりをあげたりとかして祝っていたって書いてあります。ターミナルアイランドの人は、例えば若い人たちだったらビーチでボンファイアして楽しんでいたりですね。で、成人男性は、寮から戻ってきたらハーバーに集まったりとか、あと家族でね、教会とかお寺とか学校とか、あとその 漁業組合みたいな、そういったところのそういう社会的な集まりに参加したりとかして、楽しんだりこうリラックスしたりしてたそうです。第二次世界大戦の日米開戦を機に、1942年でしたかね、一斉にね、ここに住む日本人、まあ、日系人は全員強制収容所に収容されてしまいました。命令が出てから48時間以内の退去を命じられたので、ほとんどの人はね、もう荷物もほとんど持たず、運ばれていったそうです。一世の方はね、日本から移り住んできた人なので、まあ、外国人として見られるのもわからないわけではないのですが、二世の人というのはね、もうこちらで生まれたアメリカ人です。それでも一世の方と一緒に収容されてしまいました。終戦とともに、収容所からこう解放されるんですが、もちろんね、ここターミナルアイランドに戻ってきても、昔住んでいた住居とかっていうのはもうなく、破壊されていて、まあ、さら地になっていたそうです。なので、ここに住んでいた日本人、まあ、日系人の方々は、もういろんなところにほぼ散り散りになって、また新しい生活を、送るということになりました。散り散りに住むことになったとはいえ、元島民のね、一世の方、二世の方は、戦後も定期的に会って、まあ、集会というかね、集ってはったそうです。で、ターミナルアイランダーズという、クラブを組織されて、まあ、そこでね、またピクニックをしたりとか、いろいろな活動をしてはったわけなんですが、そういった活動をね、定期的に行っていくうちに、このターミナルアイランドにね、昔日本人の生活の場があったということを、記憶に留めていこうじゃないかという話になったそうです。それがこの記念碑の、建設の発端になったそうです。で、そこのね、会長さんにちょっと僕お話聞く機会があってお会いしたことがあるんですが、この歌はね、その方が作った歌です。残念ながらね、もうその方は、もうお亡くなりになってます。2世日系2世の方なので、もうかなりお年をお召しになってました。この横にね、こうやってプレートが貼り付けられていて、ここにその方のお名前ありますね。この方です。
幸男辰巳、プレジデントターミナルアイランダーズって書いてありますね。僕がお会いした時もターミナルアイランダーズの、会長さんやってはったんですけども、これが、この記念碑がね、できた時も会長さんをやってはったようですね。このね、真正面に見えている、これちょっと一瞬海を挟んで向こう岸が見えてる感じなんですけれども、向こうがね、サンペドロという町で、そこにもね、昔、日本人の方はたくさん住んでいました。フリーウェイを降りてからね、この看板が随所にこう立っていました。ターミナルアイランド、ジャパニーズフィッシングビレッジメモリアルって書いてあります。今はコロナ禍で、アメリカ国内におけるアジア人に対するね、差別的な言動が問題になっていますし、日本でもこれは報道されていると思います。僕が長年アメリカに住んでいて、そういった明らかな人種差別に出会ったことがあるかというと、実はないんですね。もちろん僕の経験としてないから、この国に人種差別がないというふうには思っていません。こちらに住んでいて、自分の出身国が日本だということを言って、悪い印象でね、受け止められたことはないんですね。どちらかというと、好意的に受け止めてくれはるし、これはね、こっちに住んでいる日本人はね、ほとんどの人そういうふうに感じてるんじゃないかなと思います。こうやってね、アメリカ人にやっぱり受け入れられやすいっていうのは、こういった一世二世の方の、まあ、困難ですよね。まあ、戦前戦後にはね、やっぱり差別もあったと思います。でもそういったものをこう、乗り越えられてきて、で、アメリカ人の信頼とか信用をどん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 こう、獲得してきてくださったおかげで、僕らが今安心安全に暮らせているんだなということは本当にひしひしと感じます。